今回は、お腹が空いて爆竹を投げたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは46歳。腹が減ったら爆竹を投げることにした結果、ずっと引きこもってるんだけど、最近、マッマガワイの飯の時間を忘れるようになった。つい最近までは忘れても30分くらいだったのに1時間とかザラでさ、ムカついて腹が減ったから上の階から爆竹投げたらめっちゃ怒られて修羅場ってる。発想がクソだな。どこから爆竹が出てきたんだよ。頭大丈夫そ？そりゃ怒るだろ。考えればわかること。腹が減ったら爆竹ってのがなんとも言えずじわる。想像して吹いた。この世の終わりだな。何歳？昨日46歳になった。誕生日ですら飯が遅れたしケーキの一つもなかったんだよ。それで腹が立って、今日の昼飯の催促のために爆竹を投げて今修羅場になって引きこもってる。自分で事態を悪化させててくさ。飯が遅れてるってことは親がキレてるからかもしれないのにそれにさらに爆竹とか笑える。こりゃマッマの逆鱗に触れたな。っていうかさ、マッマが一致にキレて遅れてるならいいけど調子悪いとかならどうすんだよ。お前が46ならマッマは高齢者だろ。確かになぁ。ワイのマッマは70なんやけど最近飯を作るのが大変だって言ってたわ。マッマに遅くなった事情は聞いたのか。ここのところマッマと会話なんてない。飯を置いてすぐには取りに行かずに、5分くらいしてから回収してた。食べ終わったことも特に言わないからマッマがしばらく後に取りに来る。トイレは2階にあるし、夫婦の寝室は1階だから、ほとんどやりとりがない。うわぁ、家の中でも引きこもってるのか。コミュ障が悪化するからやめた方がいいぞ。爆竹ってのがなぁ。マッマに当たったらとか考えなかったのか。一応、下に誰もいないのは確認した。そういう問題じゃねえんだよ。クソブザクソ。発達かな。修羅場っていうか追い出す準備してんじゃねえの。でもマッマが高齢だと46のニートを追い出すのも一苦労だよな。仕返しにしたからも爆竹で応戦してほしい。爆竹合戦は草。養老攻めじゃねえの。夕食の時間はいつ？もう2時間経ってるけど運ばれてこない。かといって、もう爆竹はヤバそうだし、下に行くのも嫌だから待ってる。パッパが帰ってきたらマッマといつ追い出すかの作戦会議だな。ていうかパッパってもう定年じゃねえの？退職してる。今はシルバー人材センターってとこで駐輪場のお金の回収とかしてるらしい。なんかリアルだな。一人息子がニートだと定年しても働かなきゃいけないのか。一人息子じゃないんやが、下にもう一人いる。弟。弟もニートなのか？弟はニートじゃない。普通に働いてて子供もいる。たまにマッマとパッパが弟夫婦に誘われて遊びに行ってる。泊まりに行くときは飯は置いてってくれるけどな。甘いな。飯なしでいいだろ。弟いたのか。それならまだ救われるな。でも両親が丸んだら弟を頼ることになるんじゃねえの。生ポがどうとか電話がかかってきても関係ないって言えばオッケーじゃね。一緒に住んでるわけじゃないし。弟の嫁はそわそわしてるだろうな。両親としては、弟の負担になる前に一致の処分を考えてそう。弟が普通に働いてるのに自分だけニートしてて恥ずかしいと思わないのか？生まれた時から弟の方がイケメンだったしな。顔がいい奴には勝てないわ。同じ遺伝子なのにずるすぎる。世の中、顔だけじゃないぞ。女ならそうかもだが、男ならそうでもない。男女さまるで草。でも実際に、女は外見がヤバいとなかなかな。ワイのアッネの悪口はそこまでやで。で、このまま飯が出てこなかったらエッチはどうすんの？腹減ってるけど揉めるよりはマシだし朝までは待つ。朝になっても飯が来なかったらその時はその時やな。また爆竹するやで。それしか主張できる手段がないのかよ。爆竹で修羅場ってるのにまた爆竹を出すとか。どんだけ爆竹好きなんだよ。マッマも大変やな。変に動じるより一致の相手をしない方が効きそう。確かに。爆竹されても騒がれてもそのまま虫で養老攻め続行でええわ。数日後、のたれまるんだ一致の姿が。まあ数日くらいなら水さえあれば生きてられるしな。そもそもニートは一日一食でいいと思う。どうせ家で寝てるだけだし。さっさとくたばれよ。マッマが倒れてないかくらいは確認した方がよくね。確かに。一致に切れて高血圧で。腹減ったな。マジでむしゃくしゃする。腹減るとイライラするよな。まずは自分がしたことを反省しろよ。爆竹の件、謝らないのか？怒ってるっぽいのはわかるけど向こうから突してきたわけじゃないし。引きこもりすぎで草。こりゃどうしようもないな。追い出されるのはまだ。しばらく冷戦じゃね。一致の爆竹が尽きて終えるのが先か。マッマが根負けして飯が来るのが先か。はい。このまま二度と餌は来ないだろ。養ってもらってるのに偉そうな態度なんだよな。子供だから養ってもらえて当然って思ってそう。産んだ責任はあるからな。46でそのセリフ、恥ずかしくないのか？これは笑えない。じゃあ親が責任を取ってお前の人生を終わらせてもええんやな。ガチでそうした方がいいと思う。
弟家族のためにも。一人暮らしで独身の兄が丸んだ時にアパートで応答がないとかで警察から連絡が来て大変だったんだよな。一致の末路だぞ。孤独丸はますます増えるやろうな。爆竹とか発想が斜め上すぎる。いつまで飯抜きでもつかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートはいの一日のスケジュールが虚しい。9時、起床、ご飯。11時、町内をぐるっと散歩。13時、帰宅、ご飯。14時、昼寝。17時、ご飯。17時、ごちゃん。毎日こんな感じや。規則正しいな。夜寝るのは遅いで。25時くらいや。無趣味なのいかんわ。暇やな。酔いご身分だこと。その代わり金はないんだな。散歩いいかやん。散歩2時間とかハードすぎだろ。意外とあっという間や。2時間近く徘徊してるのか。ごちゃん飽きたら今からでも徘徊してくるで。徘徊して何が楽しいんや。住宅街？そうやけど少し歩けば自然だらけやな。田舎や。ご飯食いすぎ。自覚しとるで。もりもり食うわ。働けば？怖いな。2時間も飯食ってんのか。風呂かくの忘れてたわ。朝入るんやで。何もしてないのにそんな腹減るかな。腹は減るで。そらよかったな。町内って変な目で見られやんのか。周りの目あんまり気にしとらんしな。多分思われとるんちゃうか。そしゃげは？ゲームはやる気でない。風呂入ってから2時間も徘徊したらまた汗かくやろ。そのまま布団に入るんか。部屋も布団も汚いし別に気にすることないな。これはやつ。普通周りの目を気にしてその時間近所なんて歩けないんだよな。本当に無趣味やから体動かさんとやってられんわ。これはやつ。この時期の平日昼間はよほど老けてない限り休み中の大学生装える人少ないからむしろチャンス。出直してこい。ワイシャツく、素直に羨ましい。これはこれで苦しいものがあるで。真のニートは散歩などしない。ネット、ゲームにその日のほとんどを捧げ、うまるこして寝るのが鉄則。ネットもゲームもしんどい。ごちゃんはたまに覗くけど。ワイもニート時代はエッチみたいに無駄に散歩してたわ。散歩気持ちええよな。昔通ってた通学路歩くと懐かしく感じて好きや。なお成功者の一日。家賃53万円ってなんやねん。動物の DVD ってなんやねん。アニマルビデオ訳して。ワイこれだけ当たったら大学もう一回行きたい。ニート時代のワイじゃねえか。ワイは4時間くらい散歩してるわ。一日あっという間に過ぎる。結構楽しいよな。散歩長いな偉いわ。28フリーターのワイも休日はエッチみたいな生活してる。それより働け定期。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート26歳。やること、できること、やりたいこと、何もないのだが、ぼーっとネット見てたら一日が終わる。わかる。泣きたい。よくないよな。それもまたええやん。ごせいやで。外でよ。外で何するん。金ないんや。買い物とか。なんじゃやっとるやん。ぼーっとネットやっとるんや。ほのぼの系ラノベでも読んで気を紛らわそうや。ラノベでワイワイできるのが羨ましい。ワイやん。今日から本気出すけど。何するん。掃除。コンビニ求人しとり行く。歯磨き。偉いね。時間を無駄にするとか最高の贅沢だからね。ずっとしていられるならな。羨ましい毎日やな。あと50年続けられるならな。俺も26までニートやった。30超えた今は無職。無事昇格してるやん。ネットしてるからやることあるんやで。やることない人がやるのがネットや。まあ現状に満足してるんやったらええんちゃう。よくねんだよな。じゃあなんか行動を起こせや。なんなら社会を大きく動かせや。革命か。おまんのようなものが出てきてもうたんも環境含め家庭含め社会含めこの世のせいやろ。自分に有利な世に変えるんじゃ。はい。バイトでいいから何かやれよ。はじめまらねえっぞ。やる気が出ないんや。寒いけど外出た方がええ。外でやることがない。どうせ孤独死やろ。甘えられる環境があるから無気力になるんや。一人暮らしを始めたらどうや。一人暮らしを始める金がねえ。親の飯がまずいとか掃除が行き届いてないとか洗濯が雑とか文句つけるのもやってるやろ。ワイで草やって。ワイはマッマの晩御飯が楽しみで仕方ない。ええな。ワイと倉庫で働こうや。辛そう。ニートやれる奴らってすごいと思うわ。1ヶ月で限界きたわ。ワイは120ヶ月。26歳で10年間もニートってどういうことだよ。高校ぐらい行けよ。高校すぐ辞めた。今からでも定時制ぐらいはいけるやろ。昼間の定時制行って生活リズムつけるんやで。金がない。何歳や。26歳。職業訓練行けよ。意欲が出ない。行ってみたらええ。おっさんたちの中に混ざればお前は若くて真面目な青年や。説明会行ってみたことあるけどそうでもなかったぞ。とりあえず学校やから明確な目標をぶら下げてもらえる。それだけで十分なんやないか。
ゲームすら途中で投げてクリアできないのに。誰しも一人じゃゲームもできんねん。重要なのは席を並べることや、真面目に授業やって若さだけでもおっさんたちに勝ってれば気持ち楽になれるぞ。全部めんどくさいよな。ワイも全く一緒や。資格の勉強してるってことを言い訳にしてずっとニートしてる。受かっても実務経験なかったら意味ないことくらい等に分かってるけど自分を騙して逃げ続けてる。働くの無理やろ実際。生き物買うと変わる。猫いるわ。動画作れ動画。面白いぞ。どんな動画？意欲がわかんが。百均行こうや。安く住む趣味が見つかるかもしれんで。趣味も結局現実逃避なんや。どこに住んでるんや？東京。立地と全く同じや。Y には何もない。今さら俺を拾いたい会社もあるまい。能力ないの分かってるから自己アピールとかできんわ。何かの学校に入るべきやで。専門学校とか。通い続けられない。すぐ投げ出してもええから趣味探した方がええと思うがな。いくら社会人でも趣味もなくただ金得てるだけのおっさん見てるとなんでお前生きてるのって思っちゃうし。趣味してても無意味感じて結局やめてまうんやで。ニートって素直じゃないよね。働かなくていい幸せ。そういうやつこそ雑に働いた方がええで。家の近くでできるだけ楽なやつ。金あるニートが最強よな。時間あっても金ないと何もできへん。ワイもニートやりてえわ。なんか虚しそうな人生やな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート対策講師 Y、まずインターネットを解約しましょう。有能。賢い。マジでこれ。ネット解約するだけでニートはやれることがかなり減るのにそれをやらないのは甘えだよね。A、回線切れ。B、回線切ったら就職活動に困る。してねえだろ。Y は図書館通いしてたけどな。何読んでたの？プラトンとか。一番アカンパターンやな。有意義な時間を過ごせてると思っちゃう。で、結局今は何じゃいっと。そんなこと言ってると親が閉まるされるぞ。ニートが刺すわけないやん。飼い主いなくなったら自分が一番困るし。可能性あるのは暴力やが、それなら警察呼べばいいし。健常者の発想やな。重度のニートなんか大半は丸にたがってるんやから困るわけないやん。口だけやから丸ネズミニートやってんだろ。良くも悪くも気力がなくて鎮静状態なだけや。きっかけを与えたら爆発する。それがニート。良くも悪くも良い面なんてねえんだよニートには。ニートに聞こえるように、家計が厳しい、ガスも止まるかもって話したら、さすがに危機感持って働くだろ。スマホ代てめえで払え。飯もお前の分は作らんから勝手に食え。これだけで働くやろ。やれることは家族寝静まった後に残飯漁るくらいや。家でしましょうやで。もしこれやられたら親を丸しちゃうかも。なんか誤解しとるな。聖丸与奪の権利を握ってるのは親であってニートではない。マジでネット回線とスマホ解約するだけでニートは撃退できる。ニートは刑務所で更生させた方がええやろな。インターネット解約して楽天モバイル一本化でええよ。テザリングでネット使い放題や。働いてるやつやったら楽モバメインは進めんけど。ニートなら問題ないやろ。親が甘いからニートができる。これはこの世の真理や。それで事件起きたの知らねえのかよ。アラサーニートってほぼ親のせいだよな。社会のせいや。ニート特有の多席。ワイはニートちゃうで。たまにネトゲするやつでおっさんニートいるんやが親もが丸字なんやろなって思うこと多々ある。高校なり大学入った時点で22になったら家出ていけ。もしくは働いて金入れろ。うちに金はないときちんと説明する。ニートになってからでは遅いんよ。ネット切ってハロワに行くっていう外に出るきっかけと、楽々本みたいな電話だけの最低限の機能のやつ持たせるだけでええ。犯罪しないだけありがたいと思えよ。丸の勇気もないから適当な犯罪を犯して刑務所入るだけだろ。親は自身の体力に余裕があるないに手を打たないとあかん。お互いに歳を取ってから追い詰めるようなことをすると自暴自棄プレイが待ってる。国がニートでも無職でも生きるの認めてんだからそれを自分でどうこうしようってのは反射だろ。家から叩き出すのも認めてるで。ワープは小なりニートやから、ニートできるならわざわざ働く理由ない。ニートは生活保護ファイヤー目指そう。実際生ポ生活のニートもいそうだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。緊急、ニートの Y をお前らが働く気にさせてくれるスレ。目指せ脱ニート。絶対に働くな。なんでや。生ポでええやろ。条件的に厳しいわ。一生それでいいよ別にお前の人生やし。せやな。Y の言葉なんかで動くわけないやん。好きに生きろや。働いてて楽しいことないんか？ない。働いた金で飲むコーラうまいで。うまそうやな。欲しいもの買えるぞ。欲しいものなんもないねん。ずっと家でのんびりゲームでもしながらいようよ。ゲーム最近やらんわ。今は彼女欲しい。女できると金欲しくなるで。外出る習慣つけといた方がええで。毎朝散歩するでもええし。やっぱ金はあると良いぞ。
やっぱ。あるに越したことはないよな。無能が働きに出られても教育めんどくさいから出てくんな。それ言われるとガチで働く気失せるわ。ニートではないけどキモくて金のないおっさんの愛が来ましたよっと。若いうちから先のこと考えとかんとほんまに人生積むから気をつけな。苦労は勝手でもしろって言うでな。ニートの愛が言うのもあれやが働いてるだけ立派やんか。まだ年齢的に大丈夫だと甘えてる反面、今行動しないとマジで数年を積む危機感は常にあるで。一度安い給料で使い捨てられるど丸になってしもたら一生抜け出せんのや。仕事だけやなく全てにおいて若いうちに手を打たんと手遅れや。三月先輩、ちょっとやる気が出てきたわ。一致は何歳なん？組成変更卒の20歳や。ニートなって一週間なるで。なんやまだ余裕やん。って思ってると取り返しがつかなくなるから気をつけろ。ほんこれ、気をつけるわ。おかん泣いてるぞ。やめろ。仕事でちょっと大変やけどうまいこと乗り切れた。で日の帰りに、コンビニでハーゲンダッツ買って桜見ながら食べてると働いててよかったって思える。ええな。毎日お疲れやで。まだ一週間ならなんとかなるやろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。友達からニートの Y にメッセージが届く。なんて返信すればええんや。助けてください。なんて？してなかったらなんなの？って返せ。そうざくてくさ。なんか逆切れしてるクソニート感マシマシやないかそれ。ええんか？だってなんでそんなこといちいち聞いてくるのかわけわからんし。バイトも就職活動も何も全くしてないただのニートだよ。バイトとかしてないの？ゴミを見る目。お前に何の関係もないやろ。何税で説教。無視。何税でよく見かける返しや、好きなものを選べ。めっちゃだるくてくさ。そいつ必要か？この子ちょっとバカなだけだから、まあ今いるかいらないかに答えるとしたらいらないけどさ。めっちゃ嫌なやつやなお前。ニートのくせになんて傲慢さや、そんなメッセージが来るのもうなずけるね。ちなその前に来たメッセージ。アムウェイって知ってる？いや普通の反応だよね。もしかしたら楽なバイト紹介してくれるかもしれないし。ニートって知ってるの？何歳や？ワイも相手も16。なんや全然大丈夫やん。遊びの誘いとかやろ。一致は学生？それともニート？ニートやで。16歳ならただ心配してるだけだろ。中卒はガチでハードモードやぞ。これだけだと意図がわからんな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y27歳ニート、38度の高熱も健康保険証を出したくないため病院に行かない。辛い。苦しい。喉が痛いよ。服用か？はい。辛い。体が熱い。そんなん気にすな。喉の痛みと高熱。しょうもない。内心見下されとるぞ。わかってる。何税人が昔言ってた。健康保険証の色とか書いてあることでバカにされるって。会計支払いなしでも人の目を気にせんくらいやないとやってけへんで。男は黙って実費。そこまで人目を気にするなら働けや。裏で看護師たちに笑われてるぞ。だからいけないんだろ。体調悪いと思って測ってみたらこれだよ。ロキソニン飲んどけ。解熱剤飲んでおとなしくしとけ。何色なん？おっちゃは公務員やから黄色。なんで色分けしたり右上に不要って書いたりしてるねん。おかしいやろ。自意識過剰すぎるやろ。ニートがニートだと思われたからなんだと言うんや。ワイなんて神やぞ。ワイは平気で出しとるで。そんなん気にしたことねえわ。こんなガラスメンタルやからニートなんやろうな。面接なんて絶対に無理やん。気にすんな。堂々と親にも国にも帰省したらいい。保険証ないやつよりマシやろ。ワイ保険証持ってないため、高みの見物。これくらいで受診できないとか、それなら最初からニートすんなよ。例の感染症なら病院行っても大した薬でないけどな。氷枕しておけば丸7位からオッケー。お前が感染したなら親も感染してるだろ。余った薬をもらえばオッケー。適当に薬あさって飲めばいいやん。保険証の色でどうこういうやつがニートしてたのが驚き。無駄なプライド。で、どうしたって感じだな。熱で頭がおかしくなったのか？諦めて病院行くか実費にしろよ。自費だとかなり高いだろ。ニートが何言ってんだよ。変にプライド高くて笑った。そこまで気にすることかよ。そんなこと気にしたことなかったわ。ちなわいもニート。だよな。それ言うなら生ポの奴らの方が恥ずかしいやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。